はいどうもこんにちは、ザワと申します。アイキス2体験版実況続きやっていきましょう。ということで今回は3回目の選択肢に来ているんですけれども、今回選んでいくのは、こちらでございます。はい、ひなあやコンビですね。なんか色が違うよね、ひなあやコンビだけなんかなんかちょっとカラフルだよね。まああのひなたさんのこうなんかオレンジ色的な感じと、あやめさんの赤がねちょっと混ざってんだけど、なんかすごい結構カラフルなね選択肢なんですが、まあ取りま選んでいこうかなと思うんですけれども、その前にねちょっとあの前回ちょっと治ったかなと思ってなんか全部ねアプリ落としてよしこれで多分大丈夫だろうと思って録画したんですけど、またねちょっと映像飛び飛びになってたらしいんで、今回はちょっとねあのいろいろと OBS の設定とかもいじったりしてて、大丈夫かなと、思いますので、まあなんかまたおかしかったらねちょっとコメントの方で書いてくれたら嬉しいんですけれども、はい、そんな感じでやっていこうかなと思います。ということで、じゃあパートへ押していきましょう。まあ、安心安全のアパートですよねなんか何か起こるというよりは、まあ、いつもの下りがあるのかなっていう感じですけどね。じゃあ見ていきましょうか。夕飯の後ひなが食器の洗い物を終わらせて今の方に戻ってくる。あ、ちゃんと日向さんもね、食器洗ったりね。さすがにな。最近は衣食住の役割分担もできて、できてきて、ますます生活が混ざってきてる。混ざってきてる。そうだよな、食器、飯はレン君作って、食器は日向さんが洗ってみたいな。なんかな、今日混ざってきてるよな。あや、あの話したの？あの話ってなんだ？お姉がいる時にしようと思って、待ってました。というわけで、はい、ドーン、これ見て。はい、ドーン、デカデカ。すいません。電車で行けるところにある室内型のレジャープール。お、そのページをあやがスマホで見せてくる。お、そのプールの話になります？今回。この間コンクールで特待チケットもらったの。すごいね。というわけで、再来週の休みデートしよっか。私とお姉とレン君の3人で。プール行こ。ねえ、どこにチケット出してんのね。ねえ、その特待プールといいますか、あのレジャー施設はなんなんですか。なんかね、あの京子さんは友人のつてだし、ねえ、なんかなんだったっけ、純子先輩はなんだったっけ。純子先輩もなんかつてだったっけ。ちょっと待って、そこ覚えてないけど。で、これあやめさんはコンクールどこに出してんのその優待券を。すごいな。今まで一緒に遊びに行くことはあっても、最初からデートしようと言われて行くことはなかった。さあ来週なんだ。来週はあやと一緒に水着買いに行くからです。さっきまでレン君も連れて行くつもりだったんだけどね。あ、そうなんだね。そっか、もう水着買いにレン君もちょっと一緒に来いみたいな。それはさすがにな。どうせならレン君に水着選んでもらおうかなとも思ってたんだけど。レン君好みの水着をですか。もうそれはちょっとね、男としてやばいんでやめた方がいいと思うけどな。ひなとあやが揃って俺を追い詰める時の笑みを浮かべる。レン君デートしよ。何今の効果音。デートしようがさ、ベベーでも全部書き消されてんだけど全部書き消されちゃったけど大丈夫これ。そしてデートの当日なるほど。あー、何、あ、そういうことか。もういきなりね、いきなり来ると。うおー、ってことはあれか、水着姿が見れるのか。いいっすね、ひなあやコンビ。あっつ、なんか人が結構いるのかな。まあなんか会員制、まあ優待制らしいけどね。先に着替え終わって水着の上にパーカーを1枚羽織って座って待っていたけれど、汗がにじむ。レン君機嫌悪そうにしてるとかなりあれだね、近づきたくない感じのオーラ出すよね。あ、てかね、そういえばあれだ、このね、このプールの名前なんだったっけ、グランパレスネプチューンだ。そうそう、なんかネプチューンは出てたんだけどな。ネプチューンの印象だけめっちゃあったんだけど、そうグランパレスネプチューンだ。そう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 。であれだよね、この背景のパターンはねなかったんですけど、まあ、多分これ、まあ、別のところなんだろうな。そのキス跡とかでこう映ってるところの場所じゃないんだろうな。キス跡とか多分なんか
どこら辺なんだろう、ここら辺かな。ここら辺かな。どこら辺なんだろう、ここら辺とか。なんか、なのかもしれないけどね。ちょっと右の方かもしれないけど、もっと。まあ、一応ここは、まあ、ちょっとまた違う角度から撮ってますよ、的な感じなんでしょうかね。はい。お、機嫌悪そうにしてると、かなりあれ。まあまあ、ちょっとな。そういうのあるかも。おー、すげえ。もうグラマラスだな。なんかさ、まあ、アン先輩を見てるからあれなのかもしれないけど、でもアン先輩見てたとしてもなかなかだよな。二人とも声をした方を見ると水着に着替えた日向と綾が手を振りながら歩いてきていた。お、てか日向さんあれなんだね、なんかオレンジ系なのかなと思ったら、まあさすがにちょっとアンさんと被るっていうのもあるかもしれないけど、そういうなんかちょっと黒い大人っぽい感じにしたんだ。ナチュラルに柄悪いよね、もともと目つき良くないのもあるけど。トウ俺が被っていたフードを奪うように取り払ってヒナがニマニマと目を見つめてくる。フード被ってたのレン君。ほら脱げ脱げ、なんで一番肌隠してんだ乙女かこの野郎。いいだろいいだろそんぐらい。そしてアヤが一緒になって俺をひんむいてくる。なんでそんなに肌が見てんだよ野郎の。うわ待てやめろ、脱ぐから。水着になっても調子が変わらないヒナとアヤが遠慮なくパーカーを剥ぎ取っていく。そして俺の体をじっと見る。見たかっただけじゃねえか。ジロジロ見られると恥ずかしいんだけど。いやー、私たちの薄着は割と見せてたけど、レン君の薄着あんま見たことないなと思って。おお。というか肌白いね。あといつもより目つき悪いけどどうしたの。それ無理やりひっぺかされたらな。ここ何年か寒いとこばっかだったから暑いの慣れてないんだよ。ああ、そういえば前の学校北海道だっけ。確かにそれなら肌も出さないか。まあな、まあでも寒いの慣れてたのは分かんないけど、じゃあなんでパーカーしてたんだよ。余計暑いじゃねえか。はあ、けど思ったより締まってる、筋肉とかあるって感じじゃないけど。ああ、でもねなんかね俺こういうのうざいからね。こういうくだりになるのうざいからね、結構俺パーカー着ちゃうタイプだな。うわ、なんだなんだ。アヤがペタリと手のひらで俺の腹を触ってくる。人の体を触るというよりモチーフの感触を確かめる手つきだ。モチーフ。そういえば最近気づいたんだけど、レン君の目つき悪いの、もしかして視力落ちてきてるんじゃないの。まさかの。日向さんパターンですか。ひなが自分の目の端を指で押し上げて釣り目にしながら言う。なんで釣り目にしながら言ったの。細かいものとか見るとき眉間にしわ寄ってるときあるし、今度視力ちゃんと調べてみたら。なるほどね、ちょっと目大丈夫みたいな。自分はメガネ作ったからか得意げにそんなことを言う。そうだよな。春の身体測定では別に普通だったけど、目つき悪いのは多分親譲りだと思う。あや、いつまで人の腹とか腕触ってるんだ。全然違うなーってこう興味が。興味あるよな。だったらじゃあこっちもちょっと触らせてくださいよ。ダメか。私も触っていい。なんでだよ。なんでそんなガンガン来るの。後にしてアヤも離れろって。ケチ、減るもんじゃないでしょ。減るもん。じゃあこっちはじゃあ触る。減るか。まあ女子は減るわな。まあそうやんな。ちょっとな、心がな。アヤの肩を掴んでヒナの方に押しやると口を尖らせる。その理屈だと俺もアヤの腹とか触っていいことになるぞ。手をワキワキさせて脅すけれど。お、うん、お腹とか腕くらいなら別にいいよ、触る。自信満々ですね。まあそうだろうな、もうそんなスタイルよかったらな。いやもうむしろウェルカムみたいな感じだよな。もう好きな人とかにさ、もうなんか自信満々に、え、じゃあ触るみたいなね。お知り合いとかだったら。そう言って自分の腹のあたりを手で押さえるアヤ。思わず視線がそっちに行ってしまう。じゃあもう今行けばいいじゃん。約束だよ約束。なんで行かねえよ。ところでアヤの水着どう？可愛くない？というかかなりいいよね。ねえいいよね。すごい。いや日向さんもんだけどさ、照れるどころかポーズを取って見せるアヤ。いやお姉もかなり攻めたと思うんですけど。レン君的にはどっちのが好きな感じですか。あー来ましたね。めんどくさいパターン来ちゃいましたねこれ。イナもアヤも似合ってる。
予想通りの答えが返ってきた。まあそう言うしかないよな。せっかく水着なんだし、もうちょっと張り合いのある感想が欲しいとこだったんだけどな。不服そうに言われても何と言えばいいのか。思ってたよりそのエロいというか、エロい、まあそうだね、確かにもうエロさしかないな、もうな。まあね、割と攻めたって言ったでしょ。まあ水着買いに行って二人でお互い褒めたり煽ってたら後戻りできなくなったとも言いますけど。ああ、そうだったんだな。ちなみに私のこれ、横の紐は飾りじゃなくてほどけると大変なやつなんで気をつけてください。なるほど。あ、上がね結構こうがっつりしてるからまあ大丈夫かなと思ったけど、こっちはこっちはね、もうちゃんとな、もう紐をほどけたらまずいやつな。そういう紐って飾りのやつもあるのか。そう、あるみたいですね。むしろ飾りのやつの方が多い。あ、そうなんだ。それを聞いて少しショックだった。ショックだったの。いや、いいじゃんいいじゃんそんなの。しかしまあ私たちに比べてレン君の水着の無難なことよ。ここでレン君がかなり攻めてきたら誰だって話になるけど。誰だ、お前誰だって。お前何してんだお前っつって。俺は普通のトランクスタイプの水着にさっきまでパーカーを羽織っていた。まあでも主人公ね、かなりイケメンですから。レン君イケメンですから、まあまあまあパーカー羽織ってても普通にかっこいいんだろうけど。攻めるってモデルの人が履いてるビキニのやつとか。正直レン君には似合わなそうなんで普通のでいいです。いいですよね。もうちょっと筋肉ついてたらね、ありなんだけどね。筋肉いいじゃんな、そんなんな。ウームと改めてジロジロ見られて落ち着かない。今更の話だけど二人とも恥ずかしくはないんだよな。先にレン君の方が照れてるんで割と恥ずかしくはない。そうか、レン君の方が照れてるから逆にな。照れてる人がいると平気なのってあると思う、うん、確かに。なんかいや逆にこう堂々としてると自分たちの方がなんかみたいなのはあるかもしれないな。ここでヒナとアヤが変に恥ずかしがってたらそれはそれで落ち着かないと思うけれど。うん、まあな、伝染というかな。ここまで肌を見せてる格好を二人の前でした記憶がなくて今も落ち着かない。ああ、そうなんだね。まあいいや、それじゃあ遊ぼっか。どこから行く？この段階になって俺はようやく白状することができそうで手を軽く上げる。あ、そうそうそう、あの泳げないという。その前に一つ大事な話がある。はい、レン君どうかしましたか？俺泳げません。そう、水は怖くないんだけどみたいなね、アンさんの方で言ってましたね。まあ、そっちはね、アン先輩の水着の回のやつ見てください。ヒナとアヤが揃ってんという表情で止まる。こういう時本当にそっくりだと思う。えっつって、ここ何年かずっと北の方を転々としてて、そもそもプールない学校もあったし泳ぎに行く習慣もなかったんで正直泳げる気がしません。あれそういう理由になるんだ。まあ一応向こうでは違うんだけどね、アンさんの方では。まあそういう理由もあったけど。そういえばレン君って昔からそんなに泳げなかったよね。あ、そうなんだ。うん、でも水が怖いとかそういうのはなかったよね。そういうのはないな。さすがに足のつかないところは嫌だけど。まあそうか、まあトリマー、その泳げないんだけど水はね怖くなくて、まあ足はつく場所だったらまあトリマーいいやみたいな、うん、だから浅瀬とかだったら全然いいんだろうな、海とかだったらね。そこでヒナの肩の力が抜けて呆れた顔を俺に向ける。プール行こうかって言ってからレン君がなんかもにょっとした顔してた理由ってそれだったんだ。まあそうだな、泳げないからプール大丈夫かって思ってた。まあ水平気ならウォータースライダーとかもあるけど、それならそれで言ってくれてもよかったんじゃない。それに関してさすがに俺も言うべきかなということがあった。だってプールなら二人の水着見られるだろ。おお、正直泳げないことと天秤にかけてそれが勝った。ふむ、まあちゃんとそういう風に思ってたならよしとしてあげよう。よしとし、あ、いいんだね。それはもうなんかウェルカムなんだ、あやめさんと日向さん的には。泳がないけど水着とプールはゆっくり楽しむ、ナイトプールの楽しみ方かな。噂でしか聞いたことないけど、うん、
レン君、それはそれで楽しめなさそう。もうリア充の巣窟だからな、そこは。まあ泳げるなら普通に泳ぎたいし、俺だって海に行ったら海に入りたい方だ。浜辺でゆっくり過ごすとか、そういうのはまだちょっとよくわからない。じゃあしょうがないな。せっかくだからレン君が泳ぐ練習でもしよっか。お、そうだね、うちの学校水泳の授業あるし。助かるけどいいのか。正直プールで遊ぶって言ってもどうしようかってところもありましたし。まあな、誘った手前どうしようかみたいな、なんか何も考えてなさそうだったもんな。とりあえず行けるから行こうぜみたいな。私もお姉もそんな泳ぐの得意ってわけでもないしね。泳げなくても2人はそんなに気にしてないようでホッとする。じゃあまずは浅めのところかな。そんな感じで行こっか。むしろね、なんかこうイチャイチャできるじゃないけど、なんかそんな感じでこうなんか喜んでる感じだったな。ひなとあやにそれぞれ手を引っ張られてプールに向かう。その日は結局浅いところで俺が泳ぐ練習をするだけだった。いやでもまあひなあやコンビからしたら嬉しいんだろうな。あー、結局デートらしくはなかったねと帰り道にひなとあやが笑っていた。いやいいじゃないですか。でもこういうのもね、お知り合いというか、まあこの見知った仲としてはなんだろう、なんかいい思い出じゃないけどね、なんかそういう感じになるよな、こういうのはな。はい、ということで、じゃあ今回は以上なんですけれども、これで3回目の選択肢シーンは全部回収したかな。だよね、 OK。 はい、ということで、まあ、次回からね、4つ目の選択肢入っていくんですけど、またね、あのひなやコンビもいるし、今度はもう喫茶店にね、またね、あの七瀬さんもいるしみたいな感じで、はい、まあちょっとね、次回のやつも楽しみなんですけれども、まあ今回ね、まあそのもうすごい、なんていうのかな、すごい勢いで水着会だったんで、あっという間に終わってしまった感がね、ちょっと否めないんですけれども、いや、なんかこれ、ルートとかでさ、こうね、本編というか、製品版の方で、またこう、気合い始めてから、ね、まあ、グランパレスネプチューンかどっかに行くのかな、いや、ちょっとね、それも楽しみですよね。はい、ということで、まあ、序盤の方にめちゃめちゃね、水着会が入ってきたんで、いや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 。本当ね、なんだろう、目がね、幸せなんですけれども目が幸せなんですけれども、はい、まあ、とっさんとかもどうなんだろうな。まあ、とっさんはちょっとプールに行こうみたいな流れには ならなさそうなんで、まあ、水着にはならないのかもしれないけれども、まあ、でも、まあ、ワンチャンあるよね。まあ、ワンチャンまだまだあるんで、まあまあ、とっさんの水着姿とかもね、ちょっとね、期待したいなというところではありますが、はい、まあまあまあ、今回はね、ひなあやコンビの、水着会でございました。ということで次回はね、まあどれから選んでいこうかな。まあ悩みますが、ぜひぜひ次回もお楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ありがとうね。